しました。第2レース、一斉にスタート行きましたが、ここはフライング艇があります。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。ただいまのスタート、フライング艇があります。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。スタートしました。スローの3艇でありますが、これは際どいスリット、ただいまのスタート判定中です。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。なお、お知らせいたします。1号艇岡部、2号艇伊藤、3号艇北中はフライング変化決勝、今スタートしていきました。お知らせいたします。第11レーススタートにきまして、フライング決勝艇があるかもわかりません。スタートしました。6コース5号艇表健太、思い切ったスタートを確定、1マークへと向かいます。ただいまスタート判定中となっています。ただいまスタート判定中となっています。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。スタートしました。コース4コース5コース6コースセンターアウトの4って、かなり際どいタイミング、現在スタートを審議中、スタートを審議中、お手元の投票券大切にお持ちください。センターアウトの4って、かなり際どいタイミング、現在スタートを審議中、スタートを審議中となっております。ここでお知らせいたします。3号手の池田真嗣、4号手の岡村雅也、そして5号手の矢田龍樹、3号艇、4号艇、5号艇以上3艇フライング変換欠場となりました。スタートしました。3コース際どいスタートがありました。イーストシバーク先前する1号艇に差しのハンドル、2号艇相手を割りそうな3号艇でバック側に入ります。1番、6番、2番、3番、4番、5番の並びです。スタートしました。第4レース、皆様にお知らせいたします。このカード変換艇があります。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。お知らせいたします。このカード5号艇恵比寿本さとしは出遅れのため変換欠場となりました。スタートしました。インから1号艇の多動ですが、これは早いタイミングか、1マークを回っていきます。スタートは判定中です。スタートは判定中です。バックストレッチ側に立ち上がりました。1号艇の多動、これは早いスタートでした。ファンの皆様にお知らせいたします。1号艇の多動ミドルはフライングのため変換欠場。スタートしました。1号艇の渡辺、そして3号、3号艇の津田博恵、1号艇渡辺、3号艇の津田博恵、今度は2人のタイミングが際どくなっています。ただいまスタート判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。スタートしました。豪邸の池田、あっと池田浩二、これはちょっと厳しいか、バックへ抜けていきましたが、残念ながらスタート、これは問題があるようです。お知らせいたします。5号艇の池田浩二選手が残念ながらフライング。スタートしました。それこそ5コース5号艇山崎翔、思い切ったスタート確定、1マークへと向かいます。ただいまスタート判定中となっています。ただいまスタート判定中となっています。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。スタートしました。3号艇、4号艇、5号艇、その後の艇もかなり踏み込んだタイミングとなっていますが、さあ1周の1マーク1号艇の田山が回っていきましたが、このレースは早いスタートがありました。5号艇の今出真嗣がフライングです。スタートしました。大外ですが、ここは早いスタートが出ています。早いスタート出ていまして、1周1マークとなります。スタートしていきました。これは早いスタートがありました。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちくださいませ。スタートしました。2コースと3コース、2号艇の古田、3号艇の戸田はかなり際どいタイミング、現在スタートを審議中、スタートを審議中、お手元の投票券大切にお持ち帰り。2コースと3コース、古田、戸田かなり際どいタイミング、現在スタートを審議中、スタートを審議中となっております。スタートを聞きました。このスタートは判定中、このスタートは判定中、お手元の投票券は大切にお持ちになっていてください。スタートしました。4号艇の富田、おっとこのスタートは早いスタート、複数艇早いスタートがあります。1号艇水間も早い、
ただいまのスタート審議中です。ただいまのスタート審議中となっています。お手持ちの投票券お捨てにならないよう大切にお持ちください。複数艇早いスタートがあります。先頭争い2号艇小野、そして1号艇水間ですが、ただいまのスタート審議中、ただいまのスタート審議中となっています。お手持ちの投票券はお捨てにならないように大切にお持ちください。お知らせいたします。このレース1号艇水間、そして4号艇富田はフライング変換欠場となっています。スタートしました。予選の第2レース、スタートしていきましたが、ただいまのスタートフライング艇があります。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。スタートしました。第10レースのスタート、大外から踏み込んだ艇があります。スタートできました。このスタートは判定中、このスタートは判定中。お手元の投票券は大切にお持ちになっていてください。スタートしました。スローの4艇内枠勢どうか際どい。ただいまのスタートは判定中、ただいまのスタートは判定中となっています。ここでお知らせいたします。なんとこのレース断然の人気を集めていました。1号艇稲田浩二はフライング。スタートしました。2コース、と2号艇斉藤、3号艇角山、両者踏み込んだスタートでした。スタート判定中です。投票券を捨てならないよう大切にお持ちください。スタートしました。スローの3艇でありますが、これは際どいスタートになりました。ただいまのスタート判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。なお、お知らせいたします。1番下條雄太郎、6番岸本勇気はフライング変換決勝。進入はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。1号艇の大石コースタート、なお4号艇の松村ですが大きく出遅れています。このレーススタート審議中です。このレーススタート審議中となっています。お手持ちの投票券お捨てにならないように大切にお持ちください。現在先頭争い1号艇の大石と5号艇金子ですが、このレーススタート審議中となっています。お知らせいたします。4号艇松村浩太出遅れです。スタートしました。予選の第1レース、フライング艇があります。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。ただいまのスタートフライング艇があります。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。スタートしました。第3レース、スタートしていきました3レースですが、ただいまのスタートフライング艇があります。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。このスタートフライング艇がありましょう。スタートが切られました。一周一マークへ向かいます。先行争いとなっています。第一段マークですが、センターからは6号艇下寺が攻めていく。スタートは判定中です。スタートは判定中となっておりますのでご注意ください。スタートしました。 1,2 コースの先行争いとなって一周一マークへ向かいます。第一段マークですが、スタートは判定中となっています。スタートは判定中となっておりますのでご注意ください。スタートは判定中となっておりますのでご注意ください。スタートしました。3コース角、ちょっとこれは早いスタートが出ています。早いスタートありまして1周1マークとなります。スタートしました。第7レース、ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。お手持ちの投票券大切にお持ちください。スタートしました。第6レース、前提1マークに向かっていきます。ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。お手持ちの投票券大切にお持ちください。スタートしました。3号艇は4号艇の西岡のタイミング3号艇大橋と4号艇西岡のタイミングが際どくなっております。お手持ちの投票券大切にお持ちください。スタートしました。ばらけたスタート、外2艇が好スタート、さらに角から4号艇谷も覗いていく1周1マーク。それでも1号艇伸び返して先回りしたのは松江で、まくり出して4号艇外に逃げる5号艇でバック側へと入っています。スタートしていきました。インから1号艇斉藤ですが、これはスタートを踏み込みすぎた模様です。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちくださいませ。早いスタートがありました。お手持ちの投票券大切にお持ちください。お知らせいたします。
1号艇斉藤凛フライング変換欠場。スタートしました。4号艇の宮田、そして5号艇の鈴谷、6号艇の重富ですが、際どいスタートがありました。ただいまスタートは判定中です。大手持ちの投票権大切にお持ちください。スタートした。5号艇は早かった。5号艇の井上、現在スタートは審議中。スタート審議中。お手元の投票権大切にお持ちください。5号艇の井上早かった。現在スタートは審議中。スタート審議中となっております。スタートしました。内側のスタートですが、これは早いタイミングか。スタートは判定中です。現在スタートは判定中です。スタートしました。これはちょっと早いスタートがあったか。1マークに向かっています。スタートは判定中です。スタートは判定中です。スタートしてきましたが、スタートは判定中。スタートは判定中。どうぞご注意ください。ファンの皆様にお知らせいたします。このカード、1号艇三松、4号艇渡辺、5号艇山田、いずれもフライング変換欠場です。スタートいたしました。一応1番けども先行争いでありますが、外の方でちょっと早いスタートがありました。スタートは判定中です。スタートしました。スロー勢算定際どいところですが、スタート現在判定中です。1マークを回っていきます。スタートは現在判定中です。船券大切にお持ちください。スタートしました。バランス、おおとっとっと、これはだいぶ3人早いか。3コース、5、6コース、1周1マークなんですが、ここは複数艇に痛恨のコールが待っています。なお、ファンの皆様にお知らせいたします。第4レースですが、3番の松浦博と5番の小松拓司、6番の川原愛美、3選手フライング変換欠場です。スタートしました。外5号艇新井が少々際どいスタート、現在スタート判定中です。スタートしていきました。インから1号艇の中ですが、これはスタート踏み込みすぎた模様です。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちくださいませ。スタートしていきました。内の2艇ですが、これは早いスタートがありました。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちくださいませ。スタートしました。5、6コース、おっと、5、6コースの2艇早い。6号艇増田と5号艇岩下、この両者早いスタートになっています。ただいまスタートは判定中です。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。スタートしました。3号艇向田のスタートが早すぎました。ただいまのスタート審議中です。ただいまのスタート審議中となっています。お手持ちの投票券お捨てにならないように大切にお持ちください。スタートしました。強烈な仕掛けは5コースか、5号艇の柴田、一周1マークに入っていきますが、スタートは判定中です。スタートしました。一般戦の第7レース、早いスタートありました。フライング艇があります。お手持ちの投票券どうぞ最後まで大切にお持ちください。ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。スタートしました。いやいや、おー、相当2人いきなり早いスタート、1周1マークへ向かいますが、ここは2艇に痛恨のコールがあります。スタートしました。第5レース、このスタートですがフライング艇があります。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。ただいまのスタートフライング艇があります。お手持ちの投票券大切にお持ちください。スタートしてきました。スタートは判定中。スタートは判定中。どうぞご注意ください。スタートしました。第4レース、1号、ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。お手持ちの投票券大切にお持ちください。ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。今スタートしていきました。お知らせいたします。第5レース、スタートに行きましてフライング欠場艇があるかも分かりません。スタートしました。4コース4号艇の桐本、1周1マークへ向かっていきます。さあ、ここは微妙なタイミングでしょうか。現在スタートは判定中。スタートは判定中です。お手元の投票券大切にお持ちください。スタートしました。スロー勢そどっと1号艇田川、1号艇田川、早いスタートになってしまった。ただいまスタート判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。スタートしました。1号艇の伊勢里のスタートは早いスタートとなっています。ただいまのスタート審議中です。ただいまのスタート審議中となっています。お手持ちの投票券お捨てにならないように大切にお待ちください。スタートしました。1号艇2号艇3号艇内から3艇が、これはかなり踏み込んだタイミングとなっています。スタートしました。スローから起こした3選手、
踏み込んでいます。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。1番が新井の陰線、3番の井上がまくってきまして、内側から4番菊池の差しなんですけれども、現在スタートは判定中です。お手持ちの投票券はどうぞ大切に大切にお持ちください。現在先頭は1番の新井、そして2番手ですけれども、一周にマーク4番の菊池が先制する回しての差し、3番の井上ホームへと戻ってきまして、ここでお知らせです。2選手がフライングに散りました。2番の増田と3番の井上、2番3番フライング変換欠場となりました。このスタートは判定中、このスタートは判定中、お手元の投票券は大切にお持ちになっていてください。スタートしました。5号艇の中本のスタートは早いスタートとなりました。ただいまのスタート審議中です。ただいまのスタート審議中となっています。お手持ちの投票券お捨てにならないように大切にお持ちください。スタートました。2コースは早かった。2号艇の山口、現在スタートは審議中、スタート審議中、お手元の投票券大切にお持ちください。2コースの山口早かった。現在スタートは審議中、スタート審議中となっております。スタートしました。第2レース、ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。お手持ちの投票券大切にお持ちください。1番2番3番6番4番5番でスタートしました。陰線1号艇の宮内でありますが、これはどうか。大外5号艇の鈴木も早いタイミングでスタートは判定中です。スタートは判定中です。バックストレッチ側に立ち上がっています。スタートは判定中、スタートは判定中でございます。今スタートしていきました。お知らせいたします。第3レーススタートできまして、フライング欠場艇があるかも分かりません。スタートいたしました。ちょっとここは外の方が早いスタートとなってしまいました。ゲストの皆様、投票券は大切にお持ちください。この第9レースでありますが、外枠の3選手、4番5番6番の3選手はいずれもフライングのため変換欠場。スタートを切りました。このスタートは判定中、このスタートは判定中、お手元の投票券は大切にお持ちになっていてください。スタートしました。あまり差がないスタートです。1号艇はかなり踏み込んでしまっています。出ていく1番3番4番で1枠の旋回です。そして2号艇村越、握った3号艇の岡村、さらに内側から4号艇の江本、なおこのレースは1号艇の叫びフライング変換欠場です。スタートしました。確定1周の1マークへと向かっていきます。ただいまスタート判定中となっています。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。ただいまスタート判定中となっています。スタートしました。センター勢思い切ったスタート、確定一周の一マーケット向かっていきます。現在スタート判定中、お手持ちの投票券大切にお持ちください。現在スタート判定中となっています。スタートしていきました。これは早いスタートが見られます。ただいまスタートは判定中です。ただいまスタートは判定中です。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。スタートしました。第7レース、ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。スタートしました。1号艇太田牛尾が逃げていきますが、そして3号艇刺していくのは土壌、バックストレッチに入ります。先頭争いは1号艇3号艇接戦状態となっています。なおこのレース2号艇野永瀬正隆は欠場となっています。スタートしました。カードカット4号艇若林はちょっと早いか。ただいまスタートは判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。スタートしました。優勝戦第12レース、ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。お手持ちの投票券大切にお持ちください。お知らせいたします。1号艇新田雄志はフライングのため変換欠場。1番2番3番4番5番6番の並びです。スタートしました。一般戦の第3レース、このカードですが出遅れ艇があります。ファンの皆様、お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。
このレースお知らせいたします。6号艇土井歩は出遅れのため返還欠場。6番に関する投票権は発売額と同額で返還いたします。6番に関する投票権どうぞ大切にお持ちください。なお他5艇のスタートは正常でした。スタートしました。一発仙台子レース、これはフライング艇があります。お手持ちの投票権は大切にお持ちください。第5レースフライング艇があります。スタートしました。一発仙台子レース、これはフライング艇があります。お手持ちの投票権は大切にお持ちください。この内7レースフライング艇があります。